同じく、あやめはなんかこうなんかやりたいこととか、こういう活動にしたいとかあるの？あるのかい？めっちゃ大雑把なんだけどさ、うんうん、なんか、あ、はい、なんかちょっと揺れてるみたいです。え、揺れてるの？あ、なんか揺れてるらしい。皆さんですね、大丈夫ですか皆さん？見ている皆さん、ちょっとご自身の状況一番に、ご自身の身の安全を一番に考えていただいてください。やばいやばいやばい、はい、ちょっと何かが落ちてきそうな場合は机の下に入ったりとか。はいはい、気をつけてください。ちなみに我々は大丈夫です。全くもって、はいはい、白神たちは全然大丈夫です。今ちょうどね、運営さんから連絡があって、どうやらなので、ちょっと皆さんのためにね、一旦大丈夫かね、大丈夫でしょうか。気をつけてください。結構大きい、あららら、結構大きそうですな。でもね、皆さんのしっかり正確な情報を取り入れてね、ね、避難とか必要であれば、ね、はい、ちょっと様子見していきましょうかね。そうですね、少し休憩しましょうか、ね、待っとこうか。あ、ここで悲しくなっちゃいけないんだよな。本当に結構強そうだから、皆さん本当気をつけてください。ね、配信は閉じて、そうそう、避難してね。そうだね、避難とかは大事だと思うから、だから、そうそうそう、配信で音を聞いてて、で何も聞こえなかったとかそれ一番上だから、ヘッドホンとかイヤホンとかして、いや、そうそう、ちゃんと情報をね、そうそうそう、危ないのね、収集してください。そうそう、マジで本気でヤバそうな人は防災グッズとかね、しっかり用意して出てください。わあ、うわ、なんか、あ、本当にこの数字なの？え？ちょっとね、皆さんね、もうちょっとゆっくりね、本当に落ち着いていきましょう、落ち着いて。深呼吸、深呼吸、一体ね。もしね、ちょっと震源に近いお友達とかで連絡してみてあげてくださいね。変な情報を入れずに、正確な情報を皆さん、取り入れて行動してください。落ち着いて気をつけて行動してくださいね。はい。まだ来てるのかな？どうなんだろうね。どうなんでしょうか、ね、皆さん一旦情報などを確認していただいて、落ち着いて行動していただいてもよろしいでしょうか。よろしいでしょうか皆さん。はい、みんな気をつけるんだよ。気をつけてください。安全に、安全第一、はい、